台北アリーナ、松山寺、幸宮尿河外寄市松山区は、台北市の四角区台北市の中心部に位置し、区内は住宅地を中心に構成されているが、八特楼及び南京あず寺周辺は商業地となっている。また、台湾国内最大の松山空港を要し、台北の空の玄関口としての地位を占めている。元来は原住民語で、 川の湾曲した場所を意味する、マラスヤ湖から、朝里と鈴口社と称されていた。ここで表す川とは、キールン川を指している。1709年、陳よりによる入植が進み、泉州道安神の肝神集落が形成されると、鈴口と称されるようになった。日本統治時代の1920年に、付近の丘岡には、島内稀に見る松林を有することに、 ちなみな一風地名の松山と解消され現在に至る。別に鈴口の風景が四国松山に似ているから、との説もある。松山改名当初は台北州七瀬以軍に属していたが、1938年に台北市に編入される。戦後は松山区として改編された。松山は日本語では戦前からの慣例で松山と読むこともあるほか、 関音読みの正山と読むこともある。1990年に、区南部が新岐区として独立し、現在に至る、自殺の宮前の松山道後温泉幸福から、栗時計、ありがとうございます。